逮捕がどうなるかっていうのはちょっと正直情報がもう様々な錯綜した情報が入ってきております。で、多分これは嘘情報を流してる人もいたり、多分立花陣営とかはブラフ的なあのハッタリ情報みたいなのも意図的に流していると、いろんな角度から入ってくる情報を聞くと思いますね。なのでこれぶっちゃけまあ正確な情報はまあ当然わからないんですよね。でさらにややこしいことに、まあ偽情報が意図的に流されてますね。ここポイントですね。でそれと和解っていう話が要するに様々な思惑があるので、それがさらになんか小手先のなんかそのバカし合いみたいなのも入ってるんで、もはやなんか立花本人も多分何が本当なのかなってなってるし、あの俺が聞いても何が本当なのかなってなってるって感じですね。ただポイントとしてその本当に逮捕の話がどこに向かっているのかっていうのが、あの僕は決して逮捕されないことはないと思ってるんですけど、まあこれももうここまで来ると最後当局判断なんでね、ここがどうなるかそれはもうみんな気にしてるところですけど、